して、その後で今友達が沖縄からなんか会社の人が来ているということ でその人たちをなんか案内するので私も便乗させていただいてフォト撮りに行きました。すごい楽しみです。ちょっとだけ曇っててちょっと空がドヨンとしてるんですけどもしかしたら昼ご飯食べた後には晴れるかもしれない。ここはアバディーンのマリーナです。今目の前に見えているのは ABC で、こっちが AMC ですね。 AMC、ABC で、そこがこれがなんか最近新しくできたなんかマンションで、あれなんだろうね、あの上の中華風のなんか知らない、聞いたことない、あれちょっといい感じの中華風の建物が、あとはあ、これこっちの左側にあるのがなんか昔営業してたあのジャンボレストランのなんか残骸そうそう、これ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 、なんかさニュースでさ一回さ沖まで行ってたの見た、そうなんか流れちゃってる、そうだ、なんかで、ね、沈んだとか言ったけどなんか復活して帰ってきたよね。え、マジで？でもなんかちょっとね、これね裏側見るとね、ほんと怖いんだよ、なんかもうボロボロボロ、そうボロボロなんだよ。でなんかキッチンのさ、もうさこれはやばいよっていう感じの見た目だよね。カノしてる人いる、そんな感じで、なんかひなちゃんなんかあれだね、寝起きでそんないっぱい飲んだ後でも全然ほんと普通に可愛いね普通にって変な言い方だけどぶれない化粧が、いやなんかあんまりなんか濃くお化粧してないってことだよね。要はねキラキラリップしたのかさここら辺はなんだ、なんかすごい公園みたいになってるのかな、こんな感じで、でこの辺りは多分アバディーンでも割とこうなんか古いエリアですね。地下鉄の駅ができたから、この辺りは新しいオフィスビルとかも増えてきてるんですけど、これあ、これはいわゆるエステートハウスってやつで、こんな感じです。これあの多分シングルベッド、なんか超小さいシングルベッドが1個ギリギリ入るか入らないかぐらいの、あのベッドルームが多分2個ある。2ベッドルームとかのエステートハウスです。もう景色が絶対綺麗で良さそうなんだ。綺麗な感じ。あ、じゃあ俺こっちだから今じゃ見れる。友達の披露宴をなんかボートでやるって言ってボート借りたん自分たち でみんなハイヒールとかでドレスアップしてたのに、ビクトリアハーバーで夜景見ながらって言って、なんか中国人と台湾人の夫婦みたい、そしたらビクトリアハーバーこんな揺れるからもうみんななんか綺麗なのにもうよたよた でゲーゲーになっちゃってご飯も食べれなくて、でここまで来てぐるっとなんか海回って、でもうここ何にもないじゃん、なんかもうこんなつまらないと言ってあれだけど、こんなとこでみんなでなんかご飯食べたの、ここ本当に何もないからねで夜とか真っ暗でなんかすごいあのゴージャスなボートだったんだけど、ちょっと残念なことになったことがある。だからある程度 あのこう大きくないとすぐ、そうだね、だからある程度の大きさじゃないとやるそうあれね、なんかちょっとね私たちの予算の都合でね、あのすっごくおしゃれだけどものすごい多分これよりちっちゃいぐらいのボートしか借りれなくてでケータリングとかも呼んで気合い入ってたんだけど私たちとしては、ちょっとあの予算の都合でもう本当こんなこんなこう、実はちっちゃいのはこうやって揺れる
れるわけ。そうそうそう。もうでなんかあのここまで来た時私最後まで粘ったんだけど、何人もあなんかもういっぱいみんなここでタクシー呼んで帰ってっちゃって、来る時は多分40人は詰め詰めで入れたのに、帰りは10人ぐらいしかいなくて大変だったあの時。すごいね、あれあれもすごいね。もう私はもうなんかあんまなかなか吐けないタイプなんだけど、吐くかと思ったあの時は。面白い、なんか中華船みたいな。これは何の船だろう、漁船かな、なんか。あ、そうだ、網に乗ってるね。うん、そうだね、漁船だね、これ。なんかずっと前、香港来てすぐの時、あの一時期あのラマ島にちっちゃい家を借りてて、でいつもなんかあのフェリー逃して、でタクシーでランクファイフォンで遊ぶじゃない。でここまであのとりあえず友達とタクシーシェアしてきて、でここからああいう漁船でラマ島まで帰ってたの。で酔っ払ってて揺れるじゃん、木の船で。もうね、気持ち悪くなってね。ラマ島に住もうって言ってる時点でもすごいと思う。なんかもうあの若気の至りというやつだね、そういうこと。なんでそんな生活をしようとしたのかがわからない。まさにそれです。なんで、であのそれでもううんざりして、本当しんどい思いをして、数ヶ月後にはもうなんか諦めた、さすがに無理と思って。船がさ、ああいうの夜中とかに雇うと結構だから高くチャージするんだよね。なんかそうなんだ、うん、そう、あのさ高いって言ってもあの多分200ドルとかね、当時で。当時で200ドルって言ったら高いじゃん。でも、うん、そうで学生みたいだったからもうそれ高くて、なんか毎回それだけ払ってなんかバカみたいと。めっちゃ楽しい、ここは。マリーナからこうなんか清潔感のあるなんか変な船の。さあ昨日飲んでた？さあ昨日飲んでた？何が？昨日飲んでた？昨日ちょっとだけ。でもちょっと昨日はちょっと具合が悪い。あ、本当？もうちょっと風邪気味。でも今日足に飲んでるの大丈夫。大丈夫？最近さ、だってあのなんかさ、暖かいんだけれどもなんか寒くない？朝晩超寒くない？だからこういう時ね、風邪すぐ行くんだ、気をつけないと。そう、なんかさ、朝とかなるとなんか喉痛いしさ、でお昼だったらちょっと暖かくてって感じで。
るから 1.5 キロでも影響大きいの。え、私ぐらいになるとちっちゃい、私ちっちゃいから、うん、1.5 キロってものすごい大きいの。そうなんだ、よく合わない。私 1.5 キロ多分みんなに太ったってバレないかもしれない。まだバレてるかな、バレてる。みんな失礼だから言わないで。さあ、サミ最近太ったなみたいな。言えない。確かに言わないね。言わないね。でもサミあんま変わってないじゃん。大丈夫かな。日本海ってなんか結構あの美味しいものばっかり食べてて、ちょっとだけ心配してた。あと母親といるからあんまり歩かないし、すぐなんかタクシーとかっていうなんか。いやー、私ベトナム行って1週間ぐらいできたらね、そのおかげでもうベトナム行って2キロぐらい太ってきて、ダナンだったよね。いいな、行きたいな。もう1日3食もりもり食べてた。あー、大丈夫だよ。水がこれ、サミ水、ひな水、超綺麗なんだけど、ちょっと外から撮ってくる。浮かんでるやつは養殖場で、香港だと例えば折斑って言ってガルーパーっていう魚、日本でいうスズキっていうお魚かなとかをね、養殖してます。今からシーフードレストランに行って美味しいお魚をなんか食べれるそうです。イカダになってて、あの上に普通にねこのボートをねつけて上陸することもねできるようになってるらしいですよ。こんな感じで香港にはこうクルーザーって2種類あって、このねなんかね茶色いやつはなんかいわゆるジャンクボートっていうので、結構若い人たちが、今だと1日5000、今ジャンクボートって借りたらいくらぐらいかな、5000ドルぐらいかな、なんか20年ぐらい前だと多分1日2000ドルとかで借りれたんですけど、今すごく物価上がってるので多分5、6000ドルとかで、20人ぐらいで借りて、でそこにこう小さいスピードボートとかがついてきて、でその、スピードボートでウェイクボードとかウェイクサーフとかバナナボートとかって、そういうねこうマリンスポーツをね楽しむことができます。今ねこの船をつけようとしてるのはここのこう桟橋です。桟橋に船を一瞬つけて降りて
なみにこういう桟橋はあのそうどこでもあの香港の中だけじゃなくて、例えばこの船でもしマカオとか行ってでマカオの桟橋とかつけるの無料でねつけられる。でこれは白い方ですね、白い方の。これもなんかジャンクボード。でもあれピーターが持ってきたで、私たちが持ってるような船もそうなんですが、ああいうちょっとこうあのおしゃれな感じ の大きい船とかはあの個人のね持ち物のクルーザーなんですよ。この船に乗ってキャプテンキャプテンが連れてきてくれました。でこのボートに乗ってきて、で今ここは、ラマ島のソオーワンというところに来ました。あのこのラマ島ちょっとこう細長い形してて、ちゃんとあの香港のラマ島はこうあの縦にこう細い形をしてて、北側と南側にこういう、ね、なんかあの海鮮を食べるようなところが、ね、2カ所あって、もともと香港に住んでなんかいわゆるこう原住民みたいな感じのなんか人があのいっぱいあの住んでて、あの八華系っていうんですけど、お客さんの客に家って書くんですね。で八華庵っていうんですけど、八華庵っていうのはもともとはあの中国でも香港の周りじゃなく、あの中国のもうちょっと北の方から、ね、来た人たちのグループで、だからもともとローカルの人じゃないっていう意味でお客さん的こう外の人っていう意味で八華庵っていうと聞きました。ちょっと間違ってたら、ね、誰か訂正してください。でそれでその人たちは結構こうあの漁師さんとかお魚を釣る人とかもいるので、こういう島とかに、ね、たくさん住んでいるらしいです。で香港のアヘン戦争、オーピンウォー、アヘン戦争の後とかに植民地になるんですけど、イギリスの植民地、イギリスの植民地になる前からサッカー人の人たちは割と国産にローカルに住んでいる人がいたらしいです。でもう一つの四州湾っていうのがあるんですよ。四州湾っていう方はこっちよりももうちょっとこうインターナショナルな感じ、こっちの側溝湾っていうのはどっちかというとローカルな感じのなんかところですね。こっちの方がなんていうか庶民的な感じで、なんか中華料理が中心で、でもう一つのところに行くと、もう一つの四州湾に行くと、例えばカフェとか、ケーキショップとかイタリア料理とか海鮮でもちょっとこうおしゃれな感じのお店があります。私香港に来て20年になるんですけど、来てすぐの頃に四州湾に小さい、ね、部屋を漁師さんから借りてて、でそのなんか漁師さんの家なんか丘の上に建ってて、ね、台風が来たりしたらすごい綺麗だったんですけど、そこの港の見えるところをなんかひと夏部屋借りて、でそこでなんか学生だったんですけど、なんか結構楽しく過ごしていました。なんかなんていうかちょっとヒッピーみたいな感じの人とかがいっぱいいて、なんか、ね、楽しい、ね、生活でしたね。でこんな感じでシーフードレストランがたくさんあって、お料理はこんな感じ で水槽、さっき の水槽の中にあるお魚とかシャコとかエビとかホタテとかいろんな貝とかで、そういうのを、買って、でそれで料理の方法を、ね、レストランの人に伝えてなんか感じです。でこれはここら辺で取れたお魚とかの干物ですね。お店こんな感じで港の横にこうただ屋根だけつけたようなオープンエリアで食べる感じになっています。観光客だけじゃなくて地元の人も、ね、普通に、ね、なんか食べている感じです。なんかめっちゃにぎわってる。このお店大繁盛です。ちょうど大体、1ヶ月ぐらい前とかに中国と香港の間 のゲートがオープンになったので、
もうなんかたくさん中国からの、ね、観光客の人が来ています。ここはあの某シーフードレストランですね。こんな感じです。ちょっとお魚見てみましょう。すごい。これ私一番大好き。レイザーカンとか、ホタテとか。これ私ちょっとあの苦手なやつ。これめっちゃ美味しいミルガイ。ただあのミルガイはこれはあのアメリカって書いてるんですけど、あのカリフォルニアから来るらしいです。あ、はい、じゃ今から食べにお店の上に、はい、今から階段登って、あこのね上のスペースがあのイートインスペースみたいになってるので、それで食べます。なんかみんなでね、これあの、ね、沖縄からね来たね皆様。さっきはね、階段登っていくと、ここねいつも来るお店なんですけど、あ、ハロー、ジョンヤオ、ヤッコーロイチャイ、レイガン、こんな感じで。こういうイートインスペースになっていてですね、マジプライベートでこんな感じここで食べます。で2階から外を見たらこんな感じ、超楽しい。今朝10時から飲んで5時ぐらいかな、5時に、5時か6時に戻って、はい、シャワーだけして、今度また園のレストランでまた食べてもらって、はい、で夜また飲み屋で飲んだし、はい、その後締めでどっか連れて行くのはテビシャーとか、あれはハマグリですね。でこれめっちゃチール、私は行けないやつ。朝11時から夜中の3時までこれサイちゃんだ、ガンガン。これ沖縄でですか？あ、撮ってる。隣のサイちゃん、こんな私のビデオ入ってもいい？大丈夫？大丈夫、大丈夫。あの超かわいいんで、サイちゃん。かわいい。ちょっと大変やん。こんな感じで、今私は鳥を食べてます。開いてるじゃないですか、店が一応。そうでしょ、もうね。すごい。うまい。ありがとうございます。でも、すごい楽しい。エンジンかけちゃうの？いい。ありがとう。本当に久しぶりで嬉しい、私。